こんにちは。こんにちは。はい、本日は一般社団法人日本疲労メンテナンス協会代表理事の時、藤春江さんにお話を伺っていきたいと思います。時、藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが、あの簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、名古屋に住んでます、えー、看護師を25年しておりました。 えー、看護師をしていたときに、えー、看護師さんってすごく疲れていたなっていうふうに思ったものですから、それで、まあ、あの看護師さんのために、看護師さんがまあメンタル不調とか、そういったものになってしまう姿を見て、なんとかできないかなと思ってです、ねえー、現在、一般社団法人というまあ法人をです、ね、立ち上げまして、えー、活動しておりまますすどうぞよよろろししししくくおお願願いいます。 看護師さんをやられていて、それで看護師さん自身がやっぱりうつ病になっていってしまう、本当に、ね、患者様を助けたいと思いながらも、あのー、過酷なお仕事だと思いますので、そういった方をたくさん見ていらしたということですね。はい。それでは時藤さん、あのー、どのような夢やビジョンをお持ちですかはい、ありがとうございます。あのー、私もあのそうです、ね、30代の頃 まあ、メンタル不調を患って仕事を一時お休みしたりとかっていうことがあったんですけれどもあのその時にですねいろいろと調べるとああこういう方法すればうつ病予防できるじゃないかっていうふうに思ってたんですねただその時は自分自身が看護師として働くのに一生懸命だったのでもう二度と自分自身はその勉強したことを実践すれば二度と 病気になななることはないっなって思って思たんですけど、ただですねあの家庭の事情で仕事を辞めた後にふっとこう、まあ、看護師時代の25年を振り返った時にいやいやあれは私だけの出来事じゃなくってもうどの看護師さん看護師さんにも起こりうることだったよねっていうふうに思った時にじゃあその看護師さんたちのために何ができるだろうかって思って であそうだうつ病って予防できるって自分自身は勉強して、えー、学んだけどもこれをたくさんの人に知ってもらったらこれからの未来うつ病を悪づらう人がいなくなる少なくなるんじゃないかって思ったんですよ。でそのことですねあの私一人だけができることではなくて世の中の方が全員うつ病ってもう予防できる病気だねっていうふうに言ってもらえるようなそんな社会になってもらいたいなと思って。 で今活動しています。はい。はい、ありがとうございます。なので、まああの、そうですね。将来的にはそのうつう病の発症率が減少することがまあ夢というかビジョンになりますね。あの、1970年代をピークに脳血管疾患が 死亡率死亡原因第1位だったのがどん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 減少していったんですけど、はい、それはなぜ減少していったかというとあの血圧を下げる方法が皆さん分かるようになったからそれによって高血圧症が減少して死亡原因がだんだん徐々にあの低くなっていって現在第4位で7.3%ですとね死亡原因というふうになってるんですけれどもそれを考えると うううつ病も可能じゃないかっていいいいかとに思ってまますすはいはい、ありがとうございます今、あのー、やっぱり、あのー、コロナパンデミックがあってからさらにやっぱりうつ自殺者が増えているのかなと思うんですねやっぱり経済的な不安が出てきたり今まで以上に出てきたりですとかあとやっぱり将来がそうすると不安になってきますしだから本当に増えて 来ているんじゃないかなと思うんですね。で、そんな中、今あの時藤さんおっしゃっていただいたように、その脳血管疾患の原因が分かった。その血圧を下げればいいっていうことが分かったことによって、あの発症率が減ってきたですので、うつ病もその原因が分かればその防げるっていう予防ができるっていうことですね。そこをあのね。時任さん、あのこれまでご自身の経験から。 あのその経験したことを世の中の人にあの知ってもらいたいっていうことですね。はい、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。そうしました。それを具現化するために、どのような目標や計画を立てていらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。あのうつ病っていう病気を勉強すれば勉強するほどですね。 そのご本人に予予防防しましまょうって言ってて言も予防がでできないんですよ、うん、それはなぜかというと、はい、あのこれはちょっと古い調査なんですけど1997年にですねあの出された本の中に心、はい、療内科とか精神科に受診に来て「お宅はうつ病ですよ」っていうふうに診断を受けた方々に。 あの最初の受診の時にどんな自覚症状があったのかっていうことを調査したものがあるんですけど、えー、そこにはですねやる気が起きないとかあの気分感情障害って言ってですね落ち込むとかつらいとかもう私一人ぼっちとかそういう気持ちを感じてますかっていうことは全然感じてなかったりとかですね。 すするんですねということはうつ病っていうのは病院に来て診断を受けた時点でも自覚症状がなない病気なんですよ、うん、せいぜい私最近疲れがなんか取れないんだよねとかそれとかですね、はい、最近ちょっと眠れないんだよねっていう身体症状の方は、はい、あの20%から60%ぐらいの方は感じてらっしゃったりするんですけどそれでもですね、はい 自覚症状が少ないからこそ重症化してしまう病気、はい、それから受診に行っているそれもですね周りから勧められて病院に行っている、うん、そんなうつ病の特徴を考えると。 ご本人にこうすれば予防できるから予防しましょうって言ってもご本人はうつ病だと思ってないしうつ病になりかかってるとも思ってないわけですから予防ができないですよね、はいはい、だからこそ私自身がですねそのうつ病発症率を減少するためにどうしたらいいだろうかっていうふうに考えてうその周りの人が支える人が 適切に関わっていただくことで、早めに関わっていただくことでうつ病が予防できるという、そういう周りの強化をしようというふうに思ってですね、現在はうつ病にさせないためのアドバイザー、うつ病予防を支援する人を育てるという方法でうつ病発症率を減少させようというふうに考えています。はい。 ご本人は自覚症状があの捉えにくいで、その、ま、周りの方ですか、周りの方があの、ま、お,お互いにっていうイメージですか、その周りの方がそのうつ病を発症させないようにその支援するっていうことは。 そういういイメなのであのどちらかというとご本人は気が付いてないんですけど結構周りの人は最近あの人おかしいなって感じてることの方が多いんですよ。だけどどうやって関わったらいいかわからないから。 あのいやまさかメンタル不調じゃないだろうとかうつ病じゃないだろうとかそんなふうにあの違う違うって周りの人も否定して思い込んじゃっていって時間が経過して重症化してしまうとか、えーはい、そういうパターンが多いと思ってるんですね。うん、や私自身も体調不良があった時に、うん、あのすごい親しい先輩から「うん、最近時藤さん大丈夫周りがおかしいおかしいって言ってるよ」って言われたことがあるんですよ。 それは先輩から言えば、うん、本当に大事な後輩のために周りがおかしいって言ってるのを代表として「ちょっと大丈夫?」っていうふうに言ってくれたと思うんですけど当、はい、の本人の私はメンタル不調とかそんなことをさらさら思ってないものですから「<laughs> 何言ってんですか先輩私いつも通り頑張ってますよもう憤慨しちゃうわ」みたいな感じですね。<laughs> <laughs> もうなんか先輩のこと嫌いみたいな感じで一なっちゃったんですけど<笑><笑>でも世の中そういうことが起きてると思うんですね、うんはい、そういういことが起きてるんですようつ病の人は自覚がないからそういういことが起きてるんですよ、はい、でその時に「ねえねえ最近おかしいって言われてるよ」じゃなくってもしかしたら身体症状は自覚があるかもしれないぐらいの、まあ、パーセンテージはあるので「ねえねえ時任さん最近ちょっと寝れてる夜」 とか顔がこうさえないけど疲れが溜まってんじゃないの、うん、っていう風に身体症状からアプローチしてくれれば自分自身もあそういえばこの1ヶ月間睡眠時間短かったなとか、えー、あの朝起きてもなんかぐったりしててもしかしたらぐっすり眠れてなかったのかなとかそういう風にアプローチしてくれたら私も冷静に自分のことを振り返られたと思うんですけど。うん 「はい、最近おかしいって言われてるよ」って言うて「おかしい」なんてそっちの方がおかしいわとか言ってですね <laughs> もうちょっと喧嘩腰越しになっちゃいそうなそんなふうに,になっちゃったんですけどやっぱりそのメンタル不調になりかかっている人とかうつ病もすでに患っているけど自覚がなくて病院に行ってない方たちとの周りとの人間関係ってとても大事なんですよね。 でその,あのボタンのかけ違いをしてしまうのはやっぱりうつ病の当事者の方がどういう状況にあるのかということを周りの方が分かってないからそういうあの間違えた間違った関わり方をしてしまっているのが現状だろうなっていうふうに思いますね。ですからうつ病のことを正しく知りましょうそこから予防が始まりますよっていう話をさせていただいてます。 はい、ありがとうございます。すごくわかりやすいです。あのね、あの言葉のかけ方、その身体症状だったら確かに自分であの眠れてないとかそういう自覚しやすいので、そういうところからそういうところを周りからあのアプローチしてあげるっていうことが大切なんですね。 本人は気が付いてないのでそれをもしかして私メンタル不調なのかなって思わせられるようにアプローチすることができ事というか。<laughs> はいいありがとううござまます,す、はいはい、そそしましたその 目標や計画に対して現在どのような活動指針を持ってどのような活動をなさっていらっしゃいますかはい、ありがとうございますあの、うん、実はすでにうつ病にさせないためのアドバイザーさんを、えーうん、2019年の2月から 養成講座を始めまして、はい、もう現在どうでしょう私もあの述べ回数数えてないのであれなんですけれども、うん、あの受講してくださった方のアドバイザーさんが現在人になってくださったんです,、ね、すごいですよね611、うん、人。で私勉強してきましたうつ病のことを勉強してきましたっていうふうにあらかじめ言っておくと、うん、あのうつ病かもしれない。 人たちからの相談を受けるんじゃなくって健康な人たちがあ予防するには興奮すればいいんだねとかあの今回ねストレスを測ってみたらこうだったんだけどこの結果はどうなんですかとか気軽にですね相談していただけるような関係性を職場などでできるようになったっていうふうに言ってくださってって、はい、その中からですね ねえねえなれなれさんちょっと相談なんだけど最近動機がしておかしいなと思ってあの心臓の内科の病院にかかったら心電図何ともないから心療内科行きなさいって言われたんだけどどう思うとか、うん、本当にメンタル不調かもしれない人のご相談とかを受けられるようになってますよってそれで予防ができるようになってますっていうふうにおっしゃってくださって私一人がこういう話をするのではなくって。 611人の方がですね周りの方にうつ病は自分では自覚できないからストレス測りましょうとか眠れないっていうのもあのもしかしたらそういう状況かもしれないので早めにぐっすり眠れるようになることが大事ですよとかそういうことを言ってくださっていて中にはですねあの「ベランダから飛び降りたい気持ちがどうしようも抑えきれないんだけど話聞いてくれる?」 っっていう,ふうにご相談があったりとか実はリストカットしちゃったんですとかねそういうご相談を受けているアドバイザーさんもいらっしゃいます。はいということでですね、まあ、自殺予防などにも役立っているそれを担っていらっしゃる方たちを、まあ、具体的な計画っていうと今611人ですけどこれをもう1,000人1万人10万人っていうふうで増やしていきたいなというふうに思ってます。 でも本当に大きなことを言えばあの厚生労働省があの、はい、認知症サポーターというのを育てているんですがそのサポータータさんんが 1, 万人にになったっていうふうふ出てるんですね、はい、認知症を予防するためのサポートをする人私どもはうつ病にならないために支援する人をアドバイザーとして育ててるんですけども。 もうその認知症サポーターのように1390万人ぐらいになるといいなと思っています。そうしたら、うつ病も自殺もどんどん減っていくだろうという,ふうに思っています。はい,いや。ありがとうございます。でもすごく、先ほども、あのー、言ったんですけれども、やっぱり今すごくうつ自殺者は増えていると思いますので、本当にあの素晴らしい活動そのね支援する、そのアドバイザーを増やしていくってそしたらあの今聞いてると、やっぱりすごく 周りの方々との関係性ってすごく大事になるんだなと思って聞いてたんですね。やっぱりその方をやっぱり,、あのー、やっぱり見,見守るのもそうですし、でそういう時にあに、のー、そうやってアウトプットできるってすごく大事ですよね。それを思い詰めて、もうリストカットしてしまったり、自殺してしまったり、あのもあのーね、うつも自覚症状のないまま。 あのうつになってしまったりっていう、その前にやっぱり人に伝えられる、その環境を作っておくって、すごく大事なことだなって、あのー、素晴らしいことだなっていうふうに思いました。はい、も<う>あの、洋子さんがおっしゃる、そのまさしくっていう感じですね。私たちはちゃんとうつ病のことを勉強しているから、うん、もう気兼ねなく何でも聞いてくださいって。うん もう知識があろうとなかろうとまずそれを言ってくださいねっていつも言ってるんですけど <laughs> <laughs> 終わったら修了書を発行するんですが、はい、その修了書職場に飾っといてくださいって言って,言ってるところなんですよね。すごくでも本当にそういう時に結局それを、ね、言えなくて思い詰めて、うん、あの何かあの、ね、そういう。 自傷行為なのに走ってしまうと思うので、それを言える人がいるっていうそのアドバイザーさんって本当にあの重要な役割をね果たしていらっしゃるなというふうに思いました。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。そうしましたらあの次の質問に移らさせていただきますね。そ、はい、もそもその夢やビジョンを持ったきっかけはあの何だったんですかで。そこにはどのような発見や出会いがあったんですか。はい。 えっとですね私自身はあのここでご覧いただこうと思うこういうあの<ん>ストレスが測れる機械、ね、こういった機械を使って「あのあなたこんなにストレスが高いですよえー、ストレスなんてないと思ってました」というそういう方たちがいいらっしゃってですね <laughs> <laughs> ああそうか自覚ができないからちゃんと数字で見える化してあげると。 自分を振り返っていただけるなっていうふうに思ったものですからこの機会を使って世の中の方にあの自分のストレスは今どういう状況だから生活を改善しようとか私はなんか今仕事が忙しいけどストレスは大丈夫だから安心だなとかそんなふうに思っていただけるようになりたいなというふうに思ってるんですがこれとの出会いはですねもともとやっぱり看護師さんの研修事業だったんですね。 看護師さんの疲れをを取りたたい、はい、メンタルヘルスを改善したいでも普通にあなたのメンタルをセルフケアしましょうって言ってもやってもらえないんですよ。自覚がないから私には関係ない話ってなってしまうのでいやいやあなたそう思っていてもこんなにストレスありますよっていうふうに見える化すること。 高血圧を予防する時に血圧計で測ると同じように、ね、まずは数字で見える化して自分がどういう状況なのかっていうのを分かっていただくっていう、まあ、この機会との出会いが今の研修事業の一番になってますねあとはこの機会を使ってあのメンタルヘルス対策に役立てたいっていうことをたまたまあのお考えだったあの経営者の方と一緒になりましてこのうつ病にさせないためのアドバイザー養成会っていうのは 共同事業体コンソーシアムという形でですね。展開させていただくきっかけになったのも、この機会がきっかけでしたね。はい、それがまあきっかけです。はい、ありがとうございます。本当にあの、初めおっしゃっていただいたように、そのなかなかあの自覚症状を自分で捉えられない。で、あの、それがね、周りの方の力も必要になってくるっていうのと同時に、やっぱり数値で見るって。 大きいですね。やっぱり見える化するっていう,う、ね、あの本人あの自分でやっぱり見えないものって測れないのでそれをやっぱり数値化して自覚するってすごくあの大きい早めにね気づけるなんか一つの手段ですごく大きいことだなっていうふうに思いました。はい そそのの出会いが大きかったんですねその測定私に相談すると測ってるっていつも言われるもんだから <laughs> 皆さん私に相談する前にですね測ったらこうでしたっていうふうにね <laughs> 言ってくださるようになったんですけど測れば測るほど予防できるんだからみんな測ってねっていうふ、ね、うに、んねはい、そうやってやっぱり自覚することが大事っていうことですね、うん、やっぱりね,そうですね。自覚して振り返るっていうことですね。はい 振り返ることによって生活を改善したり、良くしようというふうに思う、思ってくださるので、あの高血圧症が予防できるのも、そういった自己生活管理法という考え方にのっとって、あの測るだけダイエットとかもされていると思うので、それをうつ病予防にですね、適用しようというふうに思っているところですね。はい、ありがとうございます。 そうしましたら、あの最後の質問にあのつらさせていただきます。その発見や出会いの背景には何があったんですか？はい、あのー、発見や出会いですね。あの発見はま偶然なんですけど、出会いはですね、やっぱりもう常にうつ病を予防できるからこれを広めたい広めたい。 これをあのアドバイザーとして育てたい育てたいこれを1,390万人にしたいしたいっていうふうにですね <laughs> こう、うん、誰彼なく喋っているといつの間にかどなたかがご紹介してくださったりとか。 誰々さんも同じようなお話ししてましたよとかあの昨日も,です,、ね、もうすでに学んだアドバイザーさんが今ちょっとランチでお茶してるんだけど一緒に喋ってる人がうつ病予防のこと興味持ってるから今度の講座はいつでしたかとか言ってご連絡くださったりとかですねやっぱり言い続けることによって周りの方も一緒に頑張っていこうっていうふうに思ってくださるんだなっていうふうに思ってますね。はいいありがとうございます その時あの,あのご自身もね、じめ看護師さんをやられているときに、やっぱりうつ病になった経験があって、でご自身はあのそれを克服した、でもあの、よくよく振り返ってみると、周りの看護師さんも、やっぱりすごくストレス抱えている方が多かったっていうおっしゃってたと思うんですけれども、それであの、ご自身が解決したら、それでいいわけではなくって、やっぱり周りの人も救いたいっていう。 その,ね、その正義感がすごくおありだなと思って、ね、もうで今もあのまだ、あのー、このうつ病の,その支援者はまだ611人でしたっけ六百、はい、1一人でも三3 9 0万人にしたい、はい、同じぐらいにしたいっていうそのねなんかすごくあの正義感本当にうつ病をなくしたいっていうそのお気持ちがね あのすごく伝わってきてでもそ,そういう時藤さんを作り上げたのは何,何なんですかそのエネルギーは。で <laughs> もね今のよう子さんの「正義感」っていうキーワードで私ちょっと笑っちゃったんですけど、うん、あの小学校4年生の時に合唱部だった時に6年生のボーイソプラノの男の子が4年生をいじめた,ったんですよ。はい その時に「やめろ!」って言って私中に入ったんですけど <laughs> その男の子に殴られてて私が泣いてたんですね <laughs> なんかねそのエピソードが私の,きあの記憶のもうなんかこう自分の人格じゃないですけど、うん、それを形成している大元かなと思っててあの無駄な正義感が強い人やでもその困ってる人はやっぱりねあの 自分があの強いあの例えば喧嘩が強い弱い関係なくそういう困ってる人そのいじめられてる人を見るともうほんとほっとけないそれをなんとかしなきゃっていうお気持ちがねその時から終わりだったんだなっていうのを今お話を聞いて <laughs> お恥ずかしい話にいてました <laughs> <laughs> もう本当にね。その時に もうその時にだからその正義感っていうのはね作り上げられてて、でも今、本当にこうやってやっぱうつの方とか、あとまあそれをねそこでやっぱり耐えきれず、やっぱり命を落としてしまう人もいらっしゃる、やっぱりそういう方々を本当に救っていく、その救っていく、と予防していく、そういう人を作らないようにしていく、本当にそこの。 ね事業をされている、とても大事な大切なことをされているんだなっていうのを思いました。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。そうしました時藤さん最後にですね、こちらの動画をご覧の皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、うつ病という病気は実はあの特殊な病気ではなくて誰でもかかる可能性がある病気なんですね。 なのでもう本当に社会に出る前に本当は高校生ぐらいの間にですねあうつ病ってこうすれば予防できるんだっていうことをもうどなたでも学んでいただいてもうあの自分を身を守るための,あのお守りのつもりでですね学んでいきたいなっていうふうに思ってくださる方が増えていただけると嬉しいなと思ってます。今日日ははインタビューあありりががととううごござざいいままししたた本日は一般社団法人 日本疲労メンテナンス協会代表理事の時藤春江さんにインタビューさせていただきました時藤さん貴重なお話をありがとうございましたこちらこそありがとうございました